先ほどの続きなんですけども、阪神タイガースの試合について、本日その青柳選手がその右バッターに対して左、まあアウトコースの方に大きくそれるボール球を投げてしまってた例なんですけども、あの内容はもともと横浜ベイスターズと阪神タイガースの試合で、横浜ベイスターズの投手が崩れ始めた時に投げ込んでた場所なんですよ。でそれが今度阪神タイガースに来ていて、そこを踏ん張ることによって、もしくは、まあ、同じような 現象、まあ同じ位置ではないんですけども、結局ストライクは入りづらいっていう形がヤクルトスワローズにも訪れたと、まあこういうことですね。まああとは、まあ、天の神様への安全のお祈りは、今日はしています。プロ野球の試合、まあ、日本の試合が始まる前には忘れないで、しています。であとはそうですね、まあセンターフライの時に、まあ、サードにランナーがいたとはいえ、センターの近本選手が、まあ、落球したときはちょっとびっくりしましたね。まあ、そのとき、まあ、私の方でも何が悪かったのか、その、センターフライっていうことをすんなりと頭の中で描いていれば、あの落球はなかったのかもしれないですし、その、まあ、試合を取り行うものとしての、その、まあ、普通は落とさない打球なんですよね。でそれがグローブの土手のところで、こう当たって、落球してるんですよね。で距離的にも普通にまあまあそれなりにダッシュして、まあ、キャッチしてそのままの勢いで特にホームに投げれますから、距離的にも、距離は短いので、まあ、慌てるような場面でもなかったですし、本人も慌ててなかったと思うんですよ。なんかああいうふうなことが起きてるのと、あとセカンドの中野選手の広い守備範囲でファーストへの送球で少しそれて、まあ、大山選手とヤクルトスワローズの選手が、ぶつかったというような状況ですね。だから、まあ、あの辺のところが、まあ、みんな怪我なくて、よかったなというところと、まあ今日ダブルプレーが2回大山選手に発生して、まあ一応打率は少し上がってきています。でヒットも2本打ってるので、まあ最後の方なんですけども、大山選手のバッターボックスでそのヒットが出ていればという場面が9回にありましたけども、そこもダブルプレーになってしまった、その2つ目のダブルプレー、まあ、だからその辺のところが、その交錯した時の内容でそうなってるのかどうなのか、まあちょっといろいろと、まあ分からない部分はあるんですが、まああの時はね、あの打席の時はもうカメラのその動き方云々のところをまあ僕の方が気にしていて、もうテレビの画面見ないで大山選手を想像して頭の中を渡すワードを組み上げて渡そうとしてたんですよね。だからその辺のところで、何が良くて何が悪かったのかなっていうところはあるんですけども、最終的に佐藤輝明選手のバッターボックス、テレビの放送を見てもらったら分かると思うんですけども、佐藤輝明選手をずっと映してくれてるんですよ。なんか言葉のワードはしっかりと組み上げれるんですよ。まあ今日の試合なんとか踏ん張れたっていうのは大きいですね。今日の試合負けていたら、そのガタガタとなってしまっていた可能性もありますし、今日の試合その悪い時の状況でも勝ってるっていうところがものすごく大きいんですよ。これが世界戦とかでもやっぱりトーナメント戦とかの時は悪いなりに悪いなりでなんとか勝たなきゃならないっていう場面が出てきますから、なんかその辺のところで絶対に最後まで勝負を諦めないっていう部分ですね。まあ、ちょっと今日も夜もう遅いんだ、あと、まあ、ちょっと一応小声では喋ってるんですけど、近所迷惑にならないように、まだ晩ご飯も食べてませんので、これぐらいにしておきます。
以上です。明日からも頑張りましょう。